熊本市にある社労士事務所光。今回のマイベストプロは社会保険労務士の川波博さん。中小企業の、労務関係のご相談に乗る仕事が一つ、従業員さんの、データ管理、雇用保険番号、年金番号、マイナンバーなどなどのいわゆるデータ管理業という2つが車の両輪としてやってる事務所でございます。労働者が働きやすい労務環境づくりをサポート、どんなものがあるのでしょう。分かりやすい例で言いますと、コロナウイルス、いろんなの企業さんの自粛とかテレワークとか、そういうふうな対応が国から求められたりしますよね。休ませた場合のお給料はどうなるのかとか、そういったのをことを具体的に相談に乗ることを私は労務相談と。中小企業における働き方改革も支援。法律はまずこうなってますと。で、お宅の会社ではどういうふうにするとスムーズに仕事を回しながら、休んでいただけることができるのか相談をできるように心がけました。パワーハラスメントに関する相談にも対応。今年の6月1日から、大企業ではパワハラ防止法というのが施行になるんですね。2020年になってからハラスメントの研修の講師の依頼もすごく増えております。パワハラ防止法施行に備え、 YouTube での動画配信も積極的に行われています。熊本の中小企業に関わる全ての人が生き生きと働きやすい職場環境づくりに貢献しております。何か働き方改革で困ったなというようなことがあれば、お気軽にご相談ください。お待ちしております。